るせえかな。おはようございます。現在の朝の6時です。ちょうど作業で、貯水池の草刈りに来ております。今から2時間草刈りやります。でここ昼がいるので、こんな感じで、昼が入ってこないように完全防備で、草刈りします。はい、それで私も行きます。はい、とりあえず皆さんで1時間買ってかなり綺麗になりました。続いて次の貯水池へ移動します。はい、もう一行です。今からここから道下まで降ります。すごい山の中。はい、終わりました。貯水池2つ分、何人だった ?10 人ぐらいで、1時間半きれいになりました。さて帰ります。帰って豚屋さん餌くれします。いい終わり。はい、2時間の草刈りの成果というか、貯水池の周りが、ジャカゴって言って、石を金網で包んだもので護岸を作ってあるので、そこを草刈りしてたらこんなになっちゃいました。もう刃先のチップがみんなボロボロ、ほとんどついてないですね。こんなとこ割れちゃってるし、こっちもさ、それじゃ普通の草刈りするには草が切れなくてなぎ倒すようになっちゃうので、こういうのはもう捨てます。終わりですね。はい、一日やるとこんなもんですね。あそこの草刈りは皆さんこんなになってました。はい、疲れました。はい、草刈りから帰ってきたら昼がついてました。お尻のところ見えるかな、ほら。いやですね、座れなくてよかったですね。動いてる動いてる。はい、退治しようと思います。昼に塩をかけて、塩が天敵だって言うけどどうなんだろう。上着見てるよ。やだ。とりあえず動かなくなったけど、これで死んだのかな。わかりません。よく切っても生きてるとか言ってんだよな。でもこれならほぼほぼ死ぬのかな。もっと塩だらけにしとこう。こいつ血を吸ってない。血を吸うともっとでっかくなるんですよ。か、終わりにしようかな。今パンツ一丁で全身食われてないか見てました。大丈夫でした。はい、終わります。